もちろん直接進化することはできないの？館長何考えてるの？もう少しキアナちゃんとおしゃべりしたら？キアナちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップするとおしゃべりができるよ。Look, Dad!
単なクエストのために呼び出さないでよ。これでだいたい片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。本当、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。艦長、結構な数の任務をクリアしたよね。ここをタップして報酬を見てみよう。クエスト任務をいっぱいクリアしたらここで報酬を獲得しよう。艦長、メイちゃんにケチッチ、メイちゃんの刀には一番いい素材を使ってよね。武器はさらこれでオッケーだね。私の出番かな。私がキアナ・カスラナだ。艦長、気をつけてね。これ以上は手加減し。それぞれタイプがあるの。機械は生物に有利。生物は今いる敵は異能タイプだから、生物タイプの雷脈層飛行がおすすめだよ。私の番ね。今いる敵は生物タイプだから、機械タイプの領域層白練りがおすすめだよ。本気で私に勝てる。それじゃあ艦長、敵のタイプを見て有利なタイプのキャラに切り替えよう。ハッハッツ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 。これ以上進ませて、私の番ね。セッセッセッ
対話ボタンをタップすると。眠い。ここで少し寝てもいい？まあ勝利して当然だよね。何？不満なの？教えてあげるね。目標発見。逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？目標発見。逃走した帝王型崩壊獣。でも、もうちょっとメイちゃんとお話ししてもいいの？
これ以上進ませない。無事だったのね。メイ姉様、バルキリーちゃんが来たよ。装甲はそれぞれ特徴が異なる。でも十分な経験値がない経験値チップを使用。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃ危険値の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、サブスキルをここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。地球シーアブナビット、
バルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。発見できず。システム警告。第一級戦闘準備。ファイヤー。イエーイ。ボイドエクスプロージョン。艦長、バルキリー敵に大量のダメだから。技を発動したらキャラアイコンをタップしてキャラを切り替えてもバルキリー戦から必殺技が終了するまでフィールド上にいるよ。
口塞がる愚か者め、粉砕してやる。対応するため聖魂の力が解放。ここでバルキリーちゃんが装備している聖魂を確認。聖魂を装備することで、それと聖魂を初めてだからアイちゃんが教えてあげたよ。そうそう、これだよ。スイート。私の出番ですか、艦長。これで強くなったわ。絶対メイみたいに近づけさせないんだから。領域層後ろ練りと
雷脈層魔法は敵が浮遊状態の時に QTE を発動できるよ。早く助けて。セッフッフッセッセッセッフッセッセッセッフッセ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 ッフッセ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 ッパスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機。全員沈黙。これより帰還。頑張った艦
入手したよ。艦長、そろそろバルキリーちゃんの装備聖痕が強力であればバルキリーちゃんも助かるよね。強い聖痕を手に入れたらすぐにレアな聖痕ほど潜在力も効果も優秀だよ。あなたがバルキューレシステム。困った時は任務を見てみよう。ここが爆寮だよ。なんか寂しくない？大丈夫、愛ちゃんが一緒に改装してあげる。なんか足りないような気がするね。ならば愛ちゃん秘蔵のやつを出してあげよう。バルキリーちゃんをタップするとバルキリーちゃんと挨拶ができるよ。
しみね。これ以上進ませせっ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 館長、次の目標は何ですか？思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？いやよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。帰りましょう。
姉ちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。ずっとそばにいるからね。重装ウサギ 19C、 オブノビット。あなたが私の艦長ですか？これで強くなったわ。